はいどうも、お待ちどうさん、キャラメルでーす。というわけで、始めていきました。このキャリアでの、後付け実況になります。はい。今回使った武器はタイプですね。タイプ25に、何も付けておりません。はい。で、フラジャケット、早技とタフネスとデックスタビリーを付けて、プレイしていきました。今回はですね、打ち合い重視の立ち回りをちょっとしてみようと。思いまして。はい。そちらの方を、見ていただけたらなと思います。はい。で、サブにハンドガンを今回持ってきてるんですね。タックっていう素晴らしい、ロマン溢れる武器なんですけども。なんでかって言いますと、このね、タイプ25ね、すごく、リロードが遅い。うん。そして、レートが早いんで、すごくね、弾切れが激しいんですね。うん。まあ、すぐにね、こう、ね、このチュ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 って打っただけでもうね、このだけ弾がなくなっていくと。うん。皆さんね、下にぶら下げてるね、2個の弾みたいにね、永遠になくならない。まあね、たまになくなるかもしれないんですけどね。そういう、持続性のある弾じゃないので、はい。申し訳ないですね。これ早朝に見られていた方はね、本当に申し訳ないですね。あと未成年の方はね、本当に教育上申し訳ないことをしましたが。まあ、というわけで、はい。弾がね、すぐなくなると。うん。まあ、なので、今回は早技をちょうどつけてたので、このタックをつけて、プレイしております。まあ、今のことね、切り替えていこうかなと思ったんですけどね。普段あんまりこういうことやらないので、タイミングちょっと間違ったりとかもね、あったんですけど、まあ、はい、そうですね。やってます。はい。ハードラインをつけて、キルストをね、バンバン出して、そうですね、キル稼ぎとかもね、してもね、皆さんね、面白くないと思うんですね。うん。はい、まあ、なので、うん、カウンター UAV ぐらいまで出せたらいいな、ぐらいの勢いで。はい、今回は、やってます。なんで、ハードラインもね、つけておりません。はい。まあ、ハードラインつけなくても別にいいかな、みたいな。まあ、キルストは、そうですね、私の感覚からしてみれば、もう全然、出ればいいかなぐらいなんで、本当に。うん。まあ、なんで、はい。最近ね、ハードラインをつけてやってることは少ないですね。うん。まあ、つけるとしたら、やっぱりあれですね。敵がすごく強い敵。うん。時とかはもう、たまに使えますけど、やっぱり包囲されて、こう、固められちゃうと、なんともね、自分一人の力でどうしようもないので、キルストの力を借りたいときはね、そういう風にプレイしてますけども、うん、トリッキーだね、今ここね。トリッキーな動きだけど、もういなかった。そして、後ろからやられていく。うん、この残念な感じ。なんかね、いまいち俺、決まらないんですよね。まあ、それはさておき、はい。タイプ25素晴らしいですね。スワットのリクエストもらってたので、スワットたくさんやってたんですけど、モードセレクトが出るまでね、ちょっと難しいですね、あの武器は。使ってみた感じ。すごく難しかったんで、まあ気分転換にちょっとね、タイプ25を使って、このレートの高さに触れたいなと思ってね。うん。はい、やった時の試合ですね、これは。はい。うん。それが結構ね、いい試合っていうか、そうですね、思ったように動けたんじゃないかなと思って、やってます。可変ストックとね、ファストマグつけたらもう完璧だと思ったんですけどね、はい。まあ、ね、まあ、レベル的に全然ダメだったので、はい、まあ仕方なく、今回こういう装備になってますけども。うん。やっぱり AR は可変ストックがないとね、そうですね、ダメですね。私は、はい、私はなんですけどね、火炎ストックがないと全然、うまいことね、キルできません。もう毎回負けちゃいます。そうですね、このキャリアね、難しいですよね、キャリア。スナイパーが多いのかな、ここは。多分、直線で、まあ、開けてるからっていう、まあ、理由なんでしょうけど。そうですね。まあ、やっぱり、ここで SMG ね、過去の動画で一回上げてるんですけど、SMG はちょっとね、難しいですよね。遠い敵に対してはもう完全にね、アウェイなんで、はい。いやこのね、うん。この試合の前に多分、このね、この動画の前に多分、レミントンの、2ピンの試合を上げたと思うんですけど、はい。
実はこの試合が前にやってたあのやつなんですね。この試合の後にちょっと後にあのレミントの動画を撮りまして、こんなにね日本人さんロビンなんですよね、完全に。まあ、見てもらえば分かると思うんですけどね、ほら、うん、完全にね、日本人さんロビーで純粋なね、うん、純粋な、よくわからんけど。はい、もう日本人さんロビーでした。まあ、なんだけど、あのね、うん、前回のレミントン、うん、あれはひどかった。うん、あれはひどかった。はい。まあ、贅沢は言わないですけど、まあ、そんなこと時もあるよね、っていうね、うん、感じです。ね、視聴者の方で、名前出していいかわかんない。フォブさんとか、もうね、ヌーさんとか、キングさんとかもそうなんですけど、まあ、コギちゃんも途中からかな。多分ね、私のね、本当にデジカメの時から見てくれてるんですけど、以前私、キャラメル奮闘記っていう、名前で実況してたんですね。うん。まあ、頑張っていきたいな、みたいな。頑張っていきたいです、みたいな、そういう感じで、奮闘記っていう名前をつけてやってたんですけど、当時そのコメントしてくれてた人がね、未だにコメント来るので、やっぱりそれはすごい嬉しいですよね。それはもう改めて思いました。皆さん本当にありがとうございます。またね、そういうね、昔の人ばっかりあげて、今一生懸命応援してるのに、ね、見てくれないのって思う方も多分いるかもしれないので、もちろんね、今、応援してくださっている方もね、全然、はい。大好きですので、はい、安心してください、大丈夫ですよ、うん、はい、もうなんかだんだんね、熱い語りになってきちゃうので、はい、もうこの辺にしますけども、そうですね、トーチプレイ、今回トーチプレイしてきたんですけど、すぐ思った俺、まあ、今回すごいなんか実況らしい、実況してる、うん、うん、いいのこれで、まあね、まあたまにはいいよね、うん、はい。うん、まあいいと思います。トーチプレイなんですけど、やっぱりね、キャリアすごく広いので、はい、トーチ使わないと移動がね大変だなと思いまして、トーチを持ってきてますね。うん、あとは押し込みされると辛いなって思うところはもう基本トーチプレイです。はい、もうトーチ嫌いな方はね、視聴者の方ではごめんなさい。でもトーチね、やっぱりないとしんどいので、はい、もうただね、死にに行ってまた後戻りされて押し込みされての繰り返しなんでね、ロマンとかね、そういうプライドとかも一切ないですよ、本音にね。本当にもう勝ちたいですからね、勝ってなんぼですよ。うん、別に個人的に負けてもね、全然大丈夫なんですけど、うん、チームが負けるのはちょっとやだなと思うので、はい、旗にもガンガン絡みますし、そのためにはやっぱりね、ゾンビアタックでもうね、しつこいぐらいね、攻めて敵の気力をなくさせるぐらいの勢いでね、攻めていかないとダメなので、はい、基本まあこういう広いマップとか、スラム、またはね、どこだったかな、うん、レイドじゃなくて、うん、まあそういうような押し込みねされそうな場所とか、プラザかな、うん、プラザだね、ああいうところはもう基本的に、こういうトーチを使ってやっております。うん、今飲み物をね飲みながらやってますけどね、はい、ちょっとため撮りしてて、すごくね、喉がね疲れてきてるので、はい、いやーね、タイプもね、使う人とだいぶなんか3点バーストにすると強いみたいなこと聞きましたけど、まあどうなんですかね。モダンの時タイプすごく嫌われてたので、ビオ2になったからね、使う人少なくなって、うん、いやー嬉しい限りですよ。なんか3点バースト4点バーストとかねあるんですけど、あんまり使う人見なくなりましたね。やっぱりね、なんか、まあ、それよりもやっぱり強い武器があるからなのかな。うん、アバカンみんなよく使うよね。アバカンとかファルは本当にみんなよく使うね。うん、アバカンはもうね、俺はもう使うんだけど、そんなにロマンを感じてやってるわけじゃないですね、アバカンに関しては。うん、はっきり言ってもみんなが使っちゃってるんで、うん、なんか全然ね、ロマンは感じてないです。はい、なんか、うん、おすすめのロマン武器みたいなね、うん、そういうのは今は特にないんですけど、もう強いて言うならね、うちの黒目のキングさんみたいにこうやって、うん、ハンドガンだけでこの戦場かけるみたいな、それぐらいをしないと多分今ロマンを感じないんですけど、
いやうん、そうですね、難しかったですね。やっぱり可変ストックがないっていうのは本当に辛いですね。あの打ち合いやっぱりね、小刻みに動かないと負けますよ。うん、それはやっぱ思いますね。うん、いやはい、今回、200対136、久しぶりのちゃんとした実況になりました。はい、でスコアの方なんですけども、ポチったな。はい、5175、キル34、デス25、旗5本取って、防衛6回と、まあそういう感じになっております。ね、キルストをつなげれば多分ね、あの攻撃性のあるキルストをつなげれば多分40キル50キルはできたと思うんですけども、あのそれじゃあつまんないというわけで、打ち合い重視の、今回は立ち回りになりました。あまりねうまいプレーではないんですけども、はい、まあ個人的にね、あの可変ストックつけずにこんだけ戦えたので、まあ嬉しかったので、勝手ながらまあ自己満足であげたいと思います。では最後に皆さんの、お待ちかねの格言コーナー行きたいと思います。はい、ですね、そうですね、まあ必殺技っぽ、あ、これこのあれはいかんわ、これやめとこ。うん、いきます。はい、3、2、1。カタカナのカと漢字の力って非常にわかりづらい。はい、というわけで、以上キャラメルでした。以上キャラメルでした。ね、最後に下っていくスタイルです。はい、では次回またお楽しみに。バイチャー。